はい、どうもこんにちは、カトルです。本日はですね、光線上もあともう1週間ぐらいで始まるということで、で今回ね、95Hz フルオート編成の紹介となります。今回ですね、全部で7パターンですね。昨日ね、ニミゼタが実装されて、まあ、ちょっとあらかじめ考えてた編成もあったんで、ちょっとゼタを使った編成とかもちょっと織り交ぜつつ考えてきたので、まあ、よかったらね、ぜひ参考になると嬉しいです。まあ、で、いつも通りなんですが、ちょっとニミゼタ来る前になるんですけど、もうすでに手動想定の動画とかは何個か出してます。で、マグナと上石ともに、手動編成出してて、あと、まあ、専用でね、手動ムーブについて、あと、羊さんと対談した動画とかもあるので、まあ、ぜひそちらもね、よかったらご覧ください。はい、では、いつも通り古戦場の編成紹介はスワコちゃんにお願いしているので、ここから先はスワコちゃんの解説でご覧ください。それでは行ってみましょう。まず編成を紹介する際の前提だけ簡単に説明します。まずは2所持キャラについて、私は火属性でこのキャラを所持していません。ですので今回このキャラを使った編成は紹介できません。また今回トライアルで試した映像を紹介しますが、防御機が本番と違うので、ダメージが多めに出るようにしています。また、すべて揃いウィア 27% 以下になった編成です。ただしデバフリセットやトリガーは本番の状況を見て調整が必要です。次に今回使う武器についてです。武器の厳選に関してはこのようになっています。前置きは以上となります。それでは実際にムーブを見てみましょう。最初に速い編成から紹介していきます。まず紹介するのはマナダイバー。リミゼタ採用、最速候補の編成です。アテナ槍の TAEX スキルを 1.2 厳選すれば全員 TA 確定です。キャラ厳選やクオンの状況次第では、水着ベリアル反撃なしでも届く可能性があります。この編成は1ターンでフィニッシュです。タイムは22秒となりました。次に紹介するのもマナダイバー。ゼタノーム以外は大きくは先ほどの編成と変わっていません。この編成の方が1ポチ多いですが、タイムはほとんど変わらないのでほぼ最速と言ってもいいでしょう。この編成は1ターンでフィニッシュです。タイムは23秒となりました。次に紹介するのもマナダイバー。課金武器を少し抑えた編成です。ここからはミカエル無凸でも可能な編成です。熱人剣はリビルド前でも問題ありません。この編成は1ターンでフィニッシュです。タイムは28秒となりました。次に紹介するのもマナダイバー。課金武器を極力抑えた編成です。ミカオノは無凸で行っています。実際に試せていませんが、エッセルは130レベルでも可能性はあると思います。この編成は1ターンでフィニッシュです。タイムは33秒となりました。次に紹介するのもマナダイバー。カインやユエルが未所持の場合の編成です。フレンドを有にすることでアラナンのニアビを発動させています。もっと強い武器を所持していればポチを減らせるでしょう。
先生は2ターンでフィニッシュです。タイムは47秒となりました。次に紹介するのは義賊。ベルゼバブ未所持の人用の編成です。ミムネもアラナン主軸で火力を出していきます。ミカオノやパーケンがあれば採用するとダメージが伸びます。この編成は3ターンでフィニッシュです。タイムは1分8秒となりました。次に紹介するのはバイキング。こちらもベルゼバブなしの編成です。先ほどの編成よりもターンは短いですが演出時間は長めです。この編成は2ターンでフィニッシュです。タイムは1分24秒となりました。編成紹介は以上です。はい、いかがでしたでしょうか。リミゼタが実装されて、ゼタがめちゃめちゃ強くて、フロートでもかなり活躍するキャラだと思うんですよ。ただなんかちょっと 95Hz レンジぐらいだと、ポチを極力削減した編成みたいな感じになるんで、ちょっとね、今回紹介する編成には、あまりちょっとゼタを採用しないようにしました。ただね、ちょっと 150Hz 以降とか、まあ、なんならね、攻撃後にディスペルを行うっていう風なところで、200Hz とかのフロートとかでは、かなりゼータ強いキャラだと思うんで、まあ、そういったところもね、今後動画にしていけたらいいなっていう風に思ってますと。はい。ではちょっとね、まあ、これから、火属性の極みマグナと、ゼータの武器とか、ゼータの評価どうだっていう風な動画もちょっと頑張って撮っていこうと思うんで、まあ、アップしたらね、ぜひそちらも、見てほしいんで、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。